牛深港は熊本県天草市にある地方港湾。熊本県が管理している。天草下島南端に位置する港で、東側は長島海峡を挟んで長島があり、古くから長崎県と鹿児島県の接点となっている。1967年に東港と長島の蔵の元港を結ぶフェリーが就航。長崎。 熊本、鹿児島の三県を結ぶ観光ルート、西九州三セットラインの一部となっている。また、南側に近接するゲース島が天然の防波堤となること、港内の水深が深いことから、避難港としても活用されてきた。東港は港湾区域と漁港区域が重複して指定されている、全国でも数少ない港湾である。港の中央部を、 牛シブハイヤ大橋が横断しており、天草下島と下須島を結んでいる。2015年度の発着数は29,975席、利用客数は16,490人である。一帯は2011年11月25日に港オアシスに登録していて、道の駅牛シブ海色ドリカンを代表施設とする港オアシス天草牛シブとして観光拠点ともなっている。 また、牛深港付近の地区の島、邦賀島は日本初の海中公園であり、牛深海の駅として海の駅に登録している。ありがとうございます。